はいどうも、ロジティアです。はい、こんばんはと <laughs>。えっと、今日もまあ日付変わってすぐ、すぐでもないんだけど、まあ1時ぐらいなんだけど、えっ、ー、と、今日何曜日だっけえっと、金曜か。もう言うて金曜だからさ、まあ、えっ、ー、と、週末なんだけど、なんだけど、えっ、ー、とね、今日だって17日でしょ。17、18、17か。17だから、まあ言うてもさ、 えー、まあもう1とかね一月やねえや2月ってまあ再三言ってるけど短いからもう28まででしょもうね言うて10日ぐらいしかないのよ今月ってねでまあまあ今日とか今日今日昨日昨日とかは言うてさちょっと寒かったちょっとっていうかかなり寒かったし昨日とか一昨日か一昨日とかは 雪降ったたりとかしてたけどでもね言うて多分まあ雨降ったりとかもあるだろうけど単純にさぬくい日が増えてるからそのほんまにさ1月2月あの1月の初期ぐらいさガチであの寒い時期であの大寒波とかあったやんかああいうのがまあないからいいっちゃいいんだけどマジでささっき Twitter の,のさ友達と言ってたけどあのマジであの花粉のデバフってやばいよな。 あの「乗らない」ってタイトルにしてるけどほんまにそれなんよ。それによるものなんよ。今さ俺めっちゃ鼻声だけどあの俺さもともと鼻声だったりするから言ったらねその鼻炎とかもあるし。 その部屋が汚れえからハウスダストとかもあるからまあ言ったらその花粉以外の要因もあったりするんだけどそのこれねあの夕方ぐらいにさちょっと通話した人にも言ったんだけどその鼻はね言ったらそのさっきも言ったけど他の要因もあるわけよ鼻炎とかもあるし俺蓄納とかもあるから。だけど あの鼻はそうなんだけどその目に関してはさもうマジでもう目がかゆくなってきたり異常にね異常に目がかゆくなったりとかあとまあその例えばさその何かさあんまり綺麗手がきれいじゃない時にさなんかちょっと汚いものを触ったりとか掃除とかねした時とかにその手のままで目をかいたりとかしてさイキ菌が入ったりしてその目が。 その痒くなったり腫れて痛かったりとかっていうんなら分かるけどその何にも触ってないのに目が痒いってなったらもうそれは完全に花粉だからうーんでねそのまあその目が痒くて鼻がズルズルするだけでまあそのまあ症状ってほぼほぼそれなんだけど、まあ、あと頭が痛いとかもそうなんだけどまあこれは鼻が詰まってることに付随することなんだけどその花粉ってさ花粉っていうか花粉症ってさ これもさあのフォロワーの子が言ってた話だけど花粉症って舐められがちじゃないあの病気としてさまあ言ったら風邪とかみたいにさまあインフルとか、まあ、いろんな病気あるやんでもさあの花粉症ってさその割と波の病気よりやべえのよ治らないから基本的に基本的に治らないから。 あのー、薬飲んだらいいじゃんって言ってもそれ症状を抑える薬でしかなくてその花粉症自体が治るわけじゃないのよ言ったら治るんなら誰も苦労してないからそもそも薬飲んで治るぐらいだったら苦労してない治らないよあのー、これ風邪もそうなんだけど風邪もそうだよ風邪も言うて風邪薬ってあるけど風邪って薬飲んでも治らないからね基本的にその症状を抑える例えば鼻づまりだら鼻づまりを抑えることはできるしその咳だったら咳を抑えることはできるけどその風邪自体治すことはできないわけよ まあ、例えばインフルとか、まあ、今出たコロナとかのはその専用の薬があったりするんだけどその風邪の薬って結局治すことってできないんだけどその花粉もそうでその鼻が詰まったり鼻がジルジルジル出てくるのを抑えるとかその目が痒いのを目薬で抑えるとかしかできないわけよ。でもその花粉症がないやつに限ってこれ言いがちないよね。あのー 花粉で目がかゆいとかって言ってたら目薬入れたらいいじゃんとか鼻詰まってるって言ったら鼻炎で点鼻薬入れたらいいじゃんとか確かにそれはそうよそれ一時的には収まるけど別に治るわけじゃないからそれやったところでそのデバフが一時的に収まるだけでさキリがないからねあのー、まあ言うてその今の時期その花粉が飛びまくってるって言うけどそもそも花粉ってあのー 年がら年中飛んでるからねそのスギ花粉は確かにその時期決まってるけどその別の花粉っていうのが別の季節に飛んでてその量は少ないよね言ったら量が少ないからその花粉の症状が出る人がアレルギーが出る人が少ないっていうだけで花粉って常時飛んでるからそのそういう症状が出てる人ってその年がら年中症状を食らってると思った方がいいわけよ言ったらねだからそれぐらいさやべえ病気なわけよ やべえ病気っていうかやべえ症状なわけよ。なんだけどさ、舐められがちじゃないなんか、それはしょうがなくねというか、まあ、花粉症大変だよねぐらいで済まされるでしょう。結構やばいよ。その、なってないやつからしたらさ、ただ鼻が詰まって、その、目がかゆい。まあ、その、目がかゆいは別として、鼻が詰まるのなんてさ、例えば風、鼻が詰まるというか鼻が、鼻水がジル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 ,ジル出るのってさ、別に風邪ひいてもそうだし、 あの鼻炎とかでもそうだから、まあ、それと一緒でしょうみたいな感じ思うかもしれないけどぶっちゃけそういう問題じゃないのよ <laughs> はっきり言ってだってさ風邪ひいてる時はしょうがないよそりゃね風邪なんだからしょうがないけどその風邪もひいてないし別に寒くもないのに鼻水がジル,ジル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 出るようなさそんな不快感をそれこそ今なんかさそのコロナとかの昨日,昨日のラジオでも話したけどそのコロナとかの関係でさその マスクしてることが多いからまだ鼻水じゅうじゅう垂れてもいいけどさ俺それこそこの前であの外でね外あの野外で仕事をすることがあってえっと1ヶ月ぐらい前にそういうことがあってその時にさ最初よかったんだけどその日めっちゃ寒かったよふぶいてたぐらい寒かってでなんかそれでまあ まあ外でねマスクしてね作業とかしてたんだけどその途中から鼻水とくしゃみが解からんくなってまだそのマスクしてるからその外から見たらその鼻水だらけなのは分かんないけどその何だろうもうマスクぐっしょぐしょになるぐらいの状態になってたわけよ言ったらねだから今ねそのマスクをするからまだその状況だけどこれしてなかったらさもうほんまに。 汚くてしょうがないわけよマジでだってキリがないんだもん一生出てくるし一生鼻水だらけだしくしゃみは止まらないしみたいなだからこんな状態ねあのーまあそのんだろうなそりゃいいよその時の仕事って別にその集中を要することじゃなかったから別にいいけど例えばさ一人で集中を要するような細かい仕事だったりとかまあ細かい作業だったりとかをしてる時にこれなんかされたらやばいよはっきり言って。 だからできないと思うよ集中を要する仕事をしてる人とかだったら言ったら多分できないっていうかかなりのそれこそデバフになると思うよね。 だけど割と舐められてるよなって思うよね舐められてるっていうか多分その対策法がないからしょうがないよねみたいなその風邪とかと一緒でさそのおとなしくしとくしかないよねでもその風邪と違ってそのちょっとおとなしくしとけば治るわけじゃないからはっきり言って花粉なんてずっと飛んでるし特にその今から春夏ぐらいまではずっとひどいから、まあ、夏もひどいからな言うて。 だからまあ冬場はちょっと確かに少ないけどそれ以外の季節はずっと飛んでるから花粉はっきり言うけどうだからマジで舐められすぎだよなって思うよねこんだけだるいのにみたいなはいまそんな感じですだから乗らないんですよ今はいロゼティアでしたバイ